毎日ポジティブ。はい、ポジティブ17年、スーパーポジティブティーチャー福田でございます。このチャンネルはですね、私が毎日ポジティブなことを発信することによって見ていただいている少々の方に少しでも前向きにポジティブになっていただければ嬉しいというポジティブチャンネルでございます。さあ今日ですね、皆さんにお伝えしたいポジティブはですね、人の悪口を言わない。まあ、こんなね、シンプルなことですけども、ものすごい重要な大切なこと、それをですね、皆さんにお伝えしたいと思います。かくいうね、僕もですね、23年前は、すごくネガティブでですね、人の悪口も言ってました。誰かの秘密も暴露してました。だからこそ人に信用されないし、仲のいい友達がすごく少なかった。でも、僕はですね、ポジティブを選択しようと決めてから、人の悪口を言わないようにしよう。それをすごく心がけました。それなぜかと言ったら、人の悪口を言う人っていうのは、結果ですね、自分の悪口も言われてる可能性があるんじゃないかなっていうふうに思ってしまって、やっぱりね、こう信頼されにくくなってしまう。やっぱり人の悪口を言うというのは、僕は根本的に良くないし、周りの人たちにね、好かれるような人間になるためには、やっぱり人の悪口はね、極力言わない方がいいと。言ってる人を否定してるわけじゃなく、まず自分がそういう人間になりたくない、ならないようにしよう。みんなから、やっぱりこう、好かれるようなね、人間になるために、信頼を受ける人間になるためには、人の悪口っていうのはやっぱいけないなというふうに自分は思って、人の悪口を言わないっていうのを決めてですね、極力それをですね、自分のこの人生、今、ポジティブ力17年なんですけども、17年間守り続けた結果、僕のことをですね、信頼してくれたり、慕ってくれたり、僕のことを好きでいてくれる人がいたり、自分が結婚できたり、多くの親友ができたり、そういうことに繋がってるんじゃないかな。人のね、悪口ばっか言う人を否定するのではなくて、自分は言わないようにしよう。相手と自分は違うわけですから、自分がやっぱ言われるような立場になりたくもないし、自分が言う立場にもなりたくない。そういうふうに思って、人の悪口を言わないというのを心がけています。今ね、人の悪口っていうのはね、やっぱりこう、言うことによって、ね、みんなもね、この人も言ったから私も言っちゃえっていうふうに思ってね、それで信頼を得られることもあるのかもしれない。でも、そういう信頼って何なのかな？そういう信頼って、その、果たして本当にそれが友情なのかな？人の悪口とか言い合って、それで盛り上がる。そんなことよりもね、人のいいところを見て、人のいいところをね、褒め合う方が、僕はそういう、方が、ね、好きだし、そういう人たちの人たちと囲まれてね、僕は過ごしていった方がいいなと思ってですね、僕はそういう風に心がけて、今ポジティブ17年とやらせていただいてます。いろいろ僕が意識してるところあるんですけども、やっぱり僕がすごく意識するのはですね、人の悪口を言わないというところをすごく意識して、そういう風に考えて、そういう風にこう行動を起こせる人は僕は大好きだし、僕もそういう人間になりたいと思うから、それを意識しておりますというですね、今日お話をさせていただきました。これを見てる方々もね、悪口言っちゃうんだよって、別に悪口言うのも悪くはないですよ。悪くはないけども、僕は言わないようにして、すごくそれで、周りの人たちから信頼を得られているというですね、そういう自分の実績というか経験があるので、今日こんな話をさせていただきました。ぜひともね、人の悪口言いたいけども、でも言っちゃう人の気持ちわかるけども、言わない方がね、僕はいいんじゃないかなと思いますというですね、そんなものすごくしごくまっとうなシンプルなんですね、人の悪口を言わないという話を今日はさせていただきました。ということで、以上、毎日、ポジティブ！ご視聴ありがとうございました。